はい、どうも皆さんこんにちは。変人ブラザーズのケンシーです。よっしゃー、まあ久しぶりの王子やけど全国立伝やっていくぜ。というわけで今回はちょっとな、まあ題名通り鈴鹿御前の鈴鹿御前じゃないな、藤代御前や、そうの悲劇のヒロインの話をしてやろうと思っていいんだ。皆さんとも頼むぞ。はい、ということでですね、まあ藤代御前のですね、まあその悲劇の話をすると、まあまあそんな感じかな。はい、合ってますね。ね、ということでまあやっていきましょう。まあ、今回はですね、まあ確か俺が操作すんのかな。調査さん、もう愛が指揮するとこ見たいって言うから俺がない、ある基本的なやり方を教えてやったよ。それちゃんと敵突破しろよ、俺みたいな恥の戦い方すんじゃねえぞ。まあですね、とか言いながらですね、ちょっとね、ちょっとさっきですね、ちょっとだけ操作をやってみただけでして、全然操作方法がね、まだちょっと馴染んでいないと。そして、ね、まあ視聴者さんのリクエストがあるので、まあとりあえずやろうと思っておりますね。ですね、多分プレイにおいてはですね、兄貴よりかも、兄貴こんなこと言ってますけど、はっきり言って、思いっきり下手くそです。マジの偉大やっていうことやからの。まあこいつがまあ偉大だって、お前偉大は言ったらダメだ。偉大な人に失礼だ。謝れ。はぁ、はい、ということでですね、まあ俺はあまりにも下手くそなんで、もう本当にね、もうそれを了承した上で見てください。まあじゃあ、その藤代御前のまあなんでそうなったかっていうきっかけをじゃあ見てもらいましょうか。そうですね、まあそれを先に見てもらった方がいいですね。はい、じゃあ、見てもらいましょう。さあ、いきます、どうぞ。はい、こちらですね。はい、まあね、俺が読んでいくの当たり前やんか。俺がな、めんどくさいことすると思ってんのバカがてめえだ。めんどくさいことって、おい読めよマジでよ。うわー、もう嫌やな、漢字あんま得意じゃないしな。さっきだってね、思いっきり下手くそって、マジで下手くそって言い換えるっていうね、なんか日本語なってなかったかも、分かんなかったしね。前置きから説明すんかい。はいはい、わかりました。じゃあ読みますね。津軽家が支配していた領土に藤代という村がありました。藤代やんな、当たり前やんけ。その村には大きな館があり、その館の主人は藤代御前と呼ばれていた。藤代御前は名高き美女として、これは話せん、近隣や、あ、すみませんね、漢字でやってたんで、近隣の地に広く知られていた。それを聞いた、津軽為信、おでおでれ、津軽ためのぶはぜひとも、そばに置きたいと思い、彼女の館に訪れたと。はいはい、わしのそげへんのってくれませんか。あ、そこお前読むの、そこお前読むの。ほんじゃあ俺藤代御前呼ばないといけないんだね。うん、津軽様ならお断りいたします。はぁ、いや難しいな、ミッキー。なんでじゃ。私の夫はあなたによって殺されました。仇の女になるつもりはありません。ぶっ殺すぞてめえよ。二度とその顔を見せんじゃねえよ。所詮過去の思い出であろうが、もったく高知ような女子よの。これはなんていう、いったんやな、いったんやな、ごめんなさいね、いったんですね。一瞬わからんかった、ほんまに俺アホや。これ藤代御前が言ってんの？言ってないで、ほら名前ついてないよ。あ、そうかそうか。一旦一旦津軽ためためのぶは城へと戻った。だが津軽はまだ諦めてはいなかった。はい、漢字がね、下手くそ、漢字がね、苦手すぎてね、なんとですね、読み方が分かんない状態がかなり続きまして、申し訳ありません。で、2回目の会見って話。津軽ためのぶはまた、藤代の館に訪れた。今度は軍勢を引き連れ、館を、行為。要するに攻撃的な、包囲の仕方。うん、行為でいいよな。うん、行為した。心配になってくるな、感じ、ほんま。藤代や、もう一度言うぞ。わしの探りついなれ。せもないな、この館を血の海にしてくれようぞ。おお、怖い怖い。すると、鎧をまとった、藤代御前が現れたと。お前の女になるくらいなら死んだ方がマシよ。はは、
なんで笑ってんで後悔するがいいわ。よう考えたらさ、あの津軽さんの向いてる方向と藤園さんの向いてる方向全く違うよね。嫌われてるわ完全に嫌われておりますね。これは皆の者の藤代理がつい寝れずすごい迫力あの山肌の上のと思うのよだれが止まらぬ。おうおう、下水ですね、相変わらず。ということで戦い始めるぞ。はい、さあやってまいりました。ですね、はい、津軽食べ物ためのものをですね、ぶっ飛ばしに参りましょう。敵の兵力38,000、こちらの兵力13,000。さあ、軍略が出せる技を見せてみんかい。さあ、軍略を出せる技を見せてみんかいって兄貴は言っておりますけどね、圧倒的に不利ですね。非常にやばいですね、これ。戦法的にはですね、何してんのこれ。確かお兄さんね、まあ、さっきも言ったんですけど、ちょっとだけはまあやったことは、あ、言ってたっけな、ちょっとだけはやったんですよね。兄貴ね、ちょっとチュートリアルをね、まあね、あと大阪の陣で俺の戦いでも見たやろ。まあ見ました、見ました。まあで、僕ね、はっきり言ってさっきも言った通り本当に下手くそなんですよね。僕昨日ちゃうわ、何言ってんだ俺。さっきですね、ちょっとね、この動画撮る前にちょっとチュートリアルやったくらいなんで、うまくできるか不安ですね。はい、しかもこれ難しいんだよね。これはな、今回のやつはな、人数が多ければ多くやろう、多ければ多いほどな、判断力がめっちゃいる。それが正気の器ぞ。まあね、もう本当にね、一回しかプレイしていないこのね、ど下手なこの俺が果たしてどこまでできるかですよね。ああ、それは軍略の出せ技ちゃんと見せんかい。おっとおっと、来ましたね。まずはですね、 OK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 。 あー、なんかちょっと入っちゃったな、まあいいや。エンデレー、仕方がない、味方が死ぬことを気にしいち気にしてたらラーメンじゃない、なんやろ、お前忘れて何言うか忘れないけど、ゲッパーだろか。おい、忘れたの俺のせいにすんのかよ。勘弁してくれよお兄さん。でね、まあそうですね、いやー、非常に野獣だぜ。あんたね、ちょっと藤代先生に対してなんていうことを言ってるの。藤代兵に対して、藤代兵に対してか、兵士に対して、いくぞ。藤代先生はな、山肌のな、もう言うぞ。いや、あんたが津軽ため飲むでしょ今の言葉、あんた津軽ため飲む本人でしょちょっとこの子、ちょっと非常にヤバい人がちょっと横にいますね。ちょっとこれはヤバいですね。悪いな、どっか聞いたような気がする。ああ、そうですね、なんかね、言いたくなってくるようなセリフですね。ちょっとね、たまにですね、なんかお兄さんから聞いた話だと、たまになんか、何してんの俺、あっぶんな、何やってんの俺、あ、オッケー、動きかしかけてんじゃねえかよ、俺、バカかよ、俺、危なさすぎるだろ、軍略家の我は、静かに見守る。軍略家のお前、ひでえ。もう少し弟のためになんかもう少しやってくれるとかやりつってくれよ。わしはな、大軍略家やな。お前の俺の超えられない壁をどれだけ超えれるかを見定めるのはこのわしの今日の立場ぞ。どちらかというとニートという立場と言った方がどちらかというニートの立場、非常にいいですね。おっと動いてますね、まあまあ警戒中でよかったですね。なんかね、自動的になんか移動する機能がなんかあるってお兄さんがね、さっき言ってくれてたんで、光栄さんもちょっとここは直してほしかったんやけどな。はい、さあ、バンバン倒していっておりますよ。これ大丈夫なんですかねお兄さん、2来る2、3って減っていってますけど、そのぐらいだったらまだいいわ。そのぐらいだったらまだいいわ。減ったら5以上になってからや。そうなんすか、はいはいはい。でこれ多分こっち計略すればいいんでしょ。だからあれはタイミングがいるから、覚悟は良いか。これ当たってんの、あ、これ大丈夫、これ大丈夫かな、これ当たってる当たってる。もう計略ちょっと使うタイミング早すぎた。津軽のおっさんが来ました。さてと食べ飲み目線からわしよいが見よう。あ、ちょっと兄貴、ちょっとお兄さん、これちょっとダメージ食らってますね。これちょっと下げた方が
いいんじゃないですかね、うんうんうん、思いません？それはお前の判断で。ちょっとこいつちょっとねえ、皆さんひどいですね。ちょっと初心者相手にちょっとね、お前の判断に委ねるはないでしょう。ちょっと初見プレイヤー相手にちょっとそれはなくないですか。おろせてみせよ。さあ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 、紙幣使うわけやん。今今使えんの？こういう時こそ紙幣なの。あ、そうに決まってるやんけ。言ったやろ、はい、効果がなくなった時に紙幣は使うべきやねん。ああ、そうや、さっき言ってくれてたね、道具を取る前から、ね、なんかで、これでこれちょっと近づけた方がいいね。軍略家が何をしておるか。あのね、軍略家とか言いながらまだまだちょっとしかやったことない俺に対して。それわしは李牧最初みたいな頭脳の持ち主やからの。軍略家の合わせる技をね、出そうとしてるんですよ。今頑張って出そうとしてるんですよ。おっと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 、敵は大ダメージ受けている。多分こいつは多分こっちに奇襲させた方が早いでしょう。で、多分ね、これ確か攻撃力こっちだね。行きましょう。え、敵が俺ではないか。襲いかからねばならぬな。まだ大丈夫ですね。津軽の兵どもが、野獣とかせ。津軽の兵どもが野獣とかせ。あはははは。オッケー、よしよしよし、90になったんでね。私的な予想ではね、これ、この崩されるのがね、100以下になったらですね、移動させようかなと思ってたんですよね、ここに。多分そっちの方が効率的じゃないかと思うんですよ、私的にはね。皆さんはどう思うか分かんないですけど、この辺じゃないでしょうかね。ああ、ちょっと離れすぎてんのかな。まあいいでしょう。氏真の兵ども野獣とかせ。氏真の兵ども野獣とかせと。大丈夫でしょうか、動いてますけど。縄文壊されましたね。ほんでこっち大丈夫。あっとあっと、こっちは俺がむしられるというか。野獣とかせってお兄さんが言ってますけどね。あ、お兄さんちょっと野獣先輩のファンなのかな。まあ、そういう問題じゃないか。野獣先輩って誰なんだよ。知らないのかい。知らないらしいですね。ちょっと近づけて、もうちょっと近づけて、オーケー、近づいた。ついあんたに見せられてるやんか。弟野獣とかせ。弟野獣とかせってさっき言ってたろ。お、あの、残念ですけどね、俺はもともと野獣です。三無敵モード発動してくれておりますね。こっち大丈夫なの。こっち大丈夫です。で、やばいですね。ほんでここで多分計略を使った方がいいでしょう。さあ、ここで計略を使っていく。今が計略を受ければよい。なんか調子乗ったりね、やっぱりあれだね、なんか野獣とかせ。大丈夫でしょう、まだ大丈夫。どれだけ野獣にだらせるか。兄貴ね、ちょっとさっきから野獣しか言ってないよ。もうちょっと言葉のレパートリーをもうちょっと増やした方がいいんじゃないですか、お姉さん。お、イベントが始まったやんけ。あ、始まりましたね。読むの。はい、相変わらず読むんだね。ちょっと横に。じゃあ読みますね。どうしたどうした、ゲロウども、その程度かよ。あげあくべ。間違えたね、今よかった。ギギャー。なんかあれだな、なんかあの三国無双の何だったっけ、前撮った動画のあのなんかモヒカンたちがなんか言いそうなセリフですね。いや、あんな化け物だ。おい、あの女と捕まえるかい。逃げるな、抜けてましたけど。え、あきゃー。声変えやがった。奴らは理由ました。このまま叩き潰せ。おー、アギラ様に続き、どうの、このままだと多数の死亡者が出ますぞ。分かっておるわ。くっそ、美貌だけでは美貌だけやと思っておったが、武勇にも優れておるのか、くそが。そろそろ計略使えるんちゃうか。使えるんですかね。扱えますね、多分これは使えるの。 OK。 お兄さんね、まあたまにお兄さんがねこうやってアドバイスしてくれるんで、まあ全然いいんですけども。さあ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 、連続で使っていきましょう。たぶん西野の兵の今だに野獣とかせ。もういいって、その野獣は。おお、
ムーチャイケーマーラ消えました。トリプル計略やな。いいですね、確かにトリプル計略で、ちょっとたまに操作がミスる。動いてる俺、大丈夫、あ動いてますね。あ津軽さんが焦って、あ必死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 、なんじなんじちょっとやめようかこの必死必死。もう速攻で、多分ね、もう分かる人は速攻でネタ分かるからね、このネタでね、多分ここでね、計略を使っていく。俺決まるよ。さあでも私は勝てるかちょっと心配ですね、非常に。よし、さあさあ、あっと思って、おっとおっと、なんか一人使えそうなやつがいますね。おっと、あーまだ溜まっていない。さあどうするか。いや、こいつはどうでしょう、溜まっているんでしょう。こいつ大丈夫ですね、まだ。ちょっと頑張って倒してね、頑張って。ああ後ろが来ている、うん残念だけど、ここは仕方ない。仕方がない、味方犠牲なくして勝利は得られんぞ。ねえ、レズノスさんも言ってましたからね、ね、コールオブデューティーブラックオブスをやってる人は分かるんですけど、レズノスさんもね、犠牲なくして勝利は得られんと。計略使えるぞ。使えますね、多分。ね、このこと計画、計略使えますね。使えるんですけども、多分もう瀕死なんですよね。少しでもな、敵を一人でもな、みんな兵打ちでこれ倒してもらった方が賢いであろう。そうですね、頑張ってください、モンゴね。もう死んで、あーともうちょっと憂いだね。ちょっとね、たまに操作見せますね、やっぱり俺。不甲斐ないですねって言ったら、あーごめんなさい、ひどいこと言っちゃいましたね。はいはいはい、やられちゃいましたね。ちょっとやられちゃったんでね、ちょっと、おーっと、神速を使ってきましたね。でもあんま今ここで使って無意味ぞ。そうですね、無意味ですね、確かに。使えるぞ、そろそろ。そうそう、使えますかね。オッケー、使えますね。よっこいさっと。こっちも使えるんじゃないでしょうか。あ、使えますね。待ってください。あーでも使うタイミング若干遅かったんじゃないでしょうかね、私。見てみ、それやったら、それそこ見てみ、君よく頑張ってると思うよ。マジで頑張ってんの俺。あーこいつだけ奇跡くじが当たらんかったか。どうもです。え、マジ当たってないの。でもな、でも見てみ、こうでも見てみ、みんな混乱してくが人形描いてるぞ何人軍略家の出せる技よ。あ、やばい、そろそろですね、移動させましょう。ね、ちょっと近い移動、もう少し透明のこと、ちょっとこの辺、ちょっと微調整お任せください。で移動、藤代御前さんね、ちょっとズームインさせますね。この辺の方がいいじゃないでしょうか。お兄さん的にこの辺の方がいいんじゃないですと思いません？ははは、俺はな、お前の戦いを見るから声をかけたらあかんというルールがあんねん俺には。いや、これは軍略を使いたいところですけど、ちょっとね、タイミング遅かったですね、こちらも私。ちょっとやらかしましたね、まあいいや。まあ、残りは569やろ、松陰。無視してもらっても構えて思うけどな、俺が逃がしたら。やたらですね、ちょっと。いやーやばい、若干8アスなるんじゃないでしょうか。いや大丈夫大丈夫、この距離やったら神速使わない限り無理。向こう、いや神速持ってる可能性が、いやそんな、誰だっけこいつ、名前誰だっけ、森岡の桃とか使わない限り無理や。で使って使われへん妖精、多分ね、計略一回使ったせいでひでえにあったと見るべきであろう。で多分ね、真正面から入ってくる。つかおめえあれ使わなくてええんか。いや、ここのタイミングで使った計略の1822の計略、そう分かってるんですけ ど, どこ、相手が入ってきたタイミングで使うべきなのか。あ、そう、まあ使いましょうか。どうせ弓攻撃当たんねんから兵力減らさないようにしといた方が賢いであろうが。ああ、まあそうですね、確かに。ちょ、これちゃんともうちょっと円にしてほしいんだけどね、俺からしたら。パソコン勝手に微調整してるから自分で直さないだろ、それは。マジで言ってる。ちょっと待って、ちょっとそれからマップ見ながら、これくらいかな、うん。お任せくだされ。ちょっとね、もうちょっと微調整していきたいところですよ。おっと、これはすごい。いざ、まい。これ動いてます、ちゃんと大丈夫。先方紙幣まだいいですね。使ったら恐ろしい火の海を見ようぞ。もう上がってますよ。あんたさっきからずっと言ってましたもんね。
ああ愚かな戦いがするは森岡信藤森岡森岡やめようかこっちこれ多分知りますねそろそろ泣きおれあー外出たねあー使えないか使うべきだよいやまだ使えないでしょいや知恵が使えるえ使うべきなのこういう時使わないであかん理由は知っておろうあーこういう時に使うんだねもうお兄さんアドバイスありがとうございます皆の者野獣とかおおなんか狙い撃ちいきますよやってしまえこれいいんですかねやっちゃって野獣どかせもう何回言うんですかあなたそのネタさあさあやっていこう暗い軍力さあさあさあこっちを見せろさあ連続攻撃ですよさあ先方の連続攻撃これは敵もかなり痛いんじゃないでしょうかちょっと下がってますねかなり多分こいつに任せてるけどなこいつこいつあ残念ですこいつしか契約ない攻撃的契約ないのになお前にはスピード契約やろほらやれやれですあっとおっとおっと切りましたねここでまた契約だったらわしらの勝利ぞいやでもあれ決めてください俺また契約つけましたよ軍師を誇張させるとバカの極みここでねまたね計略じゃないね戦法使ったんでねいけるでしょうイエーイということでやっていきましょうさあさあさあラジオのガスが良いだろうのさあこれ倒せるんでしょうか頑張ってああやらかしたんじゃないでしょうかちゃんと見ていなかったこの円形やったら弓で 弓の攻撃で押さえつけた方が賢い弓の攻撃その状態どうだからこの状態維持しろとうん信岡が先に森岡飲むともはこの戦場を退場させてもらうぞよし了解ですねさあ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 でもね今ここでですねちょっと下げた方がいいああこの状態維持した方がよかろう円型のな戦法よちょっとねあのね野獣とかで筋白へのちょっとね野獣と箇所をしっとやられちゃいしまいましたこれはさてとじゃあそいつを前にしといて、ま、それで、ね、絶対館に近づけさせんなこれくらいですね、うん、さあ行きますよちょっともうちょっと離れさせた方がいいそこでよかろうこれくらいか行くぞさあ頑張ってください皆さん頑張ってくださいお願いしますあのねスピード遅くする契約やめてもらっていいですかあっとあ前ですね残念だったらお前の負けだあとはもうないときは武力同士の戦いよあとは喧嘩ですねあとはもう喧嘩や兵隊たちのな忍耐力をな信じるしかないこのここまで来たら信じるしかねえよいけー俺の魂狙い撃ち俺終わってください本当に終わってくれマジで終わってくれ頼むマジで終わってくれお願いします終わってくださいあははははは頼む終わってくれ頼みます頼みますおっとっとここ契約こいつ使えるまだ使えないうわ終わってほしい終わってくれ正規兵もななかなかよどなかなかですねさてとさあ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 一騎打ちやなちょっとお兄さんお願いしますマジで分かんないですここからともかくそっちに構えとけこうこっちうんともかくやつらがな館を攻撃しないどれくらいどれくらいの位置がいいこれくらいうんちょお兄さんほんまに頼むマジで分かんないこっちやこっちそこで十分ここうん了解だ任せてくれね皆さんねあのね指揮をするって、完全に全部俺を指揮するように思ってくれた皆さん申し訳ありませんさすがにちょっとお兄さん使えます分かんないですここからでもうモードは分かってるよなこうなってくるとモードは分かってるここに言うの一騎打ちの場合は一騎打ち型計略使え一騎打ち型計略これですかじゃあ L1 三角のやつや視点変えてたやろこの間あなんか教えてくれてましたね確かボタンそうこれやそうそうそうでこれたまにない変なとこ方向向いたりするってバグがあるから気をつけてでどうすればいいんだろうなお兄さんここから陣形先発陣形をあれに変えよ右翼の陣に変えてこれですかうん OK あ合ってる1合ってる合ってるどっち撃もできるかそれでバツで戻せばいいのこれ、
で、どうすればいい？三角で、あと計略使い、戦術、戦術眼、戦術、うん、最初は3でこれ、うん、合ってんだよね。ちょっとちゃんと向き合ってる？ちゃんと方向向いてるよ。緑の方向が合ってるんやって。正解、了解です。たまに向きが間違ってる時があるんで、あるらしいんですよ。なんかで、あれ変えて、あれに変えて、戦術なんかある？これまだありますけど、まだまだ使ったらあかん。 3が消えるので待っとけ。 OK、 了解です。いや、ガマ、三角、三角で、あれあ、ガード、いや、戦術で、それ一番下にある突破じゃん、それ。いや、向き合ってますよね、うん、向き合ってる、頼む。これでともかく最初の効果減らしてしまえ。3やとまず、4やとまず、ちょっとさあ、頼みます。さあ、先方ここで使って、わしが今有利ぞ。どうしますよ、これ。先方使った方がいいんでしょうか？先方今使わん方がいい。マジっすか？だからそのまま動かしておいて。どうすればいいの？これ最初かませ。いきますよ、うん、いけー、頑張ってくれ。マジで頼む、本当に頼みますね。マジでどうします？あー、高校が逆向いとる。直せ、あれで。移動ですよね、うん、でこっち、勝手に移動してるバグになってる。なんかお兄さん言ってましたよね。そういや、こっちですよね、うん、頼む、ほんまに頼む。マジか、ガチで頑張ってくれ。あの方向向いて逆に背後疲れて大ダメージ勝手は。さあ頑張ってくれております。そう、頑張ってください、皆さん。どうすればいいでしょうか？どうも、先方使っていいの？使ってええよ。もう次あれ、この画面、普通の画面戻してもらって大丈夫だ。大丈夫なんですかね？オッケー戻しましょう。見てみろ、残り1000人かよ。あ、ちょっと止めます。さあ、行きます。全部使います。お願いします。頼みます、買ってください。野獣どかせ、野獣どかせ。じゃあ、俺はこの闘争本能に全てを捧げよう。さあ、この後どうなっても変わらない。だけど、この敵に向けて、あの敵に向かけての全ての闘争本能を捧げる俺は。もうこれは勝ち戦ぞ、皆の者、士気を高め、奴の首を取れ。この試合、勝ち申した。あ、勝ったやろ、でも。勝ったね、勝ち申した。使いまくったら勝負勝てるから。あ、そうなんだね。ちゃんと頭使っての戦法を使わないと。勝ったんじゃない？いけちゃいますじゃない？いけ、マジでいけ。この試合勝ったぞ、マジで。うん？いける？お、よっしゃー！勝ち申した。よっしゃ、やったー！はい、ということでイベント始まるから、じゃあ一旦行くぜ。行け、ルーズ。おし、勝ったということでイベントが始まったぞ。まあ、このイベントはな、みんな言うねんけど、if これは風水書の午前は事実で言うと負けているから、シーズの方おまけで出しとく。さかい、またその時見て、これでハッピーエンドで終わると思うわ、多分。ああ、なるほどということで説明お願いします。俺かい。藤代御前は、為信の、大軍に屈することなく、徹底的に、抗ったと。そう多くの兵士を失ったが、交戦の奮戦やな、間違えた。奮戦の末、ついに奮戦の末、ついに為信のもとにたどり着くと。漢字ができないからね、俺。為信じゃなかった。為信司令。お前ら何をしておるか、早足を守るか。殿を守りしろ。え、阿部。いや、もう完全北斗の剣じゃん、こいつ。またダメだ。貴様を守るやつなど一人もおらぬぞ。観念せえ。あ、ぶっ殺してやるでね。おーの
なんだよ。こんなところで死んでたまるか。全軍退却だ。俺が為信は急ぎ場に乗り、逃走を図ったと。その時、この愚か者が司令、難しいね、ここ。ちょっとね、顔変えてあげろよお前。ちょっとね、あの、あ、これにしてはこれにしてあげればいい。それはちょっと違いますね。あ、違うんかな。ちょっとダメですね、この人。光栄さん、何とかしてください。光栄じゃねえ、お前が帰ろ。ということで、対象が背を向けて逃げるな。あきゃバタ。同じやないか。どうぞ。あ、まだ生きてるな、すずに。ダメだ、大人事なんだ。もう出る、逃げろ。ためのは討ち死になり、津軽討ち死人により、あ、ためのぶの討ち死人により、津軽家の軍勢は戦意を喪失し、退却を容疑なくしたと。ちょっと普通に読んだ方がよかったね。皆の者危険、君主津軽国主やな、間違えました。国主津軽ためのぶ姉上が討ち取った。勝ち時やな。勝ち時をあげよう。はは、全員行くじゃないかった。皆の者、大義であった。ちょっと止めて。素晴らしかったね。説明。この件以来、津軽家が、藤城御前に手を出すことはなくなった。これでお話は終わります。終わります。で、ためのもが死んだせいで息子が継ぐことになる。ということで、なんだっけ、藤城御前の話はノアはこれで終わります。まあこれで終わりですかね。みんな楽しかったね。今日は久しぶりに俺も盛り上がったからな。まあ軍略こつがないかどうかおめえら判断してくれ。いやー、あまりは下手くそすぎてお見苦しい戦いを見せちゃったね。いやー、でもな、俺の顔は越えられなかったと。まあ、そうだね。俺って賢いな、リモク。最初やるかめっちゃ賢いってことが分かった。はい、一言で言いましょう。あのね、謝れ。止まれ。今この場に YouTube 出せるよ。謝れ。まあええわ。で、これの先言った通り、おまけの方はまた入れとくから、それまた見ていてくれ。ハッピーエンドで終わりたい方はここでしとく、終わることをお勧めします。そうですね、ここであのハッピーエンドで、ね、終わらせたい方はね、まあね、ここからは事実なんだよね。おまけは事実なんですよね。おまけはね、ちょっと悲しい話が、ちょっとね、悲しいんですよね、お話が。あ、で、食べるものの考えることがエグすぎるって話もあるから、まあだから、まあまあここでね、まあ終わらす人は終わらしておいた方がいいです。ということで、いきますか。ご視聴うーっと思ったけど、いいよか。はい、ご視聴ありがとうございました。では、サルブバイ。あ、これ言っちゃダメだね。はい、おまけですね。まあこちらはね、はい、史実となっておるので、まあほんまの話ですね。まあだからちょっと悲しいですけどね、内容的にはあんま俺も読みたくないですね、ちょっとこれは。まあ、はい、まあ藤沢御前とその配下たちはね、まあ多くの兵長を失ったと言っております。しかしね、多勢に無勢ですね、やっぱり。まあさっきもまあ見た通りなんですけども、まあ藤城の兵士は次々と倒れていきましたと。ね、まあね、上、まあ、味方の兵士はわずかあと数百足らず、このままだと勝ち目ありませんと。はいはい、そうかと。だが私は津軽の女になるつもりはないと。なるくらいなら戦って死んでやるわと。津軽御前だよね、まあ、あの言ってんの俺
富士披露御前は、もう8の字に開き、華やかな、わずかか、ごめんな、わずかな手勢で打って出た。はいはい、矢を放て、やつらを殿の前に近づけさせるなと、近づけるなと、姉上を守れと、ちょっとあんまり言うてくれないな、で、これは10日かな、10日でいいんだよな、これ、10日と、で、姉上、先行ってください、私は先地獄でお待ちしておりますと、バッタッと。すまない、10日、お前の死は無駄にはしない。必ず為信の首を取るからと。いやー、これちょっと読みたくないですね、本当に。こうして彼女は、為信の本陣へめがけて突撃した。そして、為信と。うわーって、読みたくねー、これ。お前に全て奪われた私のおかげ、面白がいいと。怒りですね。いかに面白いがいいと。で、お前ら何をしてる、早くわしを守らんか。殿を守るのだ、一斉に串刺しにしろ。う、今だ、一斉に矢を放てと。グフ、為信、この恨みは忘れんぞ。お前だけに悪、松代に至るまでお前の一族をたたってやるわ。もうこれちょっとあんま読めたくねえな、また。てんてんてん、死を尽くし、死力を尽くし、暴れ回り、藤代御前は討ち死にを遂げたと。この件で、津軽為信は後悔どころか不安の日々を過ごすこととなると。はい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 。読みたくねえな、ほんまに。これあんまり史実嫌いなんだよね、これ。津軽為信はあることで悩んでいた。わしが運よく呪いを回避したとしても、わしの無子孫がたたられてしまう。どうにか防ぐ手はないかの。時は、読み方わかんないです。慶長12年まで流れていく。はいはいはい。為信はこの時、京にいており、京にいており、死期も近かったと。この年でさすがに呪いはないだろう。わしが死ねばおそらく、津軽家はあやつにたたられよう。だが、わしはただでは死な。ちょっと、なんかやばい予感がするけど。逆に、わしがあいつをたたってくれよ。牧信。父上、どうなされましたか。藤広御前の墓の上にわしの墓を左右に作れ。よいな、かしこまりました。でいいの、わしが死してなお あいつを上から押さえつけてやろう。ガハハハハ。いやー、もう下水ですね、本当見たくなかったのこの話。こうして津軽家はたたられずに済んだという。ほんまかいな。はい、これが史実らしいですね。はい、はい、まあ読みたくない内容ですね。はい。じゃあ終わりまーす。では皆さん、さよなら。